はい、今日はですね、2022年8月27日の「ノンストップ！」を見ながらですね、いろいろしゃべりたいと思います。ちなみにね、今日はですね、2023年のですね、10月22日ですが、まあ1年ちょっと前の動画なんですけどもね、今日は面白かった。いや、何が面白かったかというとですね、ちょっとしたことでなんか、人生は変わりはしないけど、まあ人生が変わる時もあるんでしょうけど、なんか思わぬ発見があったりですね、思わぬ出会いがあるなと思ってですよ。それをね、実感しましたがよ。実はね、今日ね、10月22日はですね、谷山ふるさと祭りっていうのがあったんですよ。あ、ちなみに今時間はね、夜の7時。歩き取りに行きましたよ。そしてね、ふるさと、去年も行ったんですけどもね、谷山のね、電停から、それから秩父池、もうずーっと向こうまで。ちょっと、1点何キロかな？なんですけどね、225号線ですよ。225号線のね、ところ行ったんだけど、それがあれなんですよ。最初は行くつもりはなかったんです。最初はね、何もあれしてなかったんだけど、昨日かな、ちょこっと外に出た時ですね、中の通行禁止とかなんとかっていう立て看板があったんですよ。で、見たら、ふるさと谷山のですね、ふるさと夏祭りですっていうから、ああそうか、去年も取りに行ったけど、まあいいかって思ってですね、あれしてたんですよ。あれしてたっていうか、行くつもりなかったの。そしたらですね、朝の7時ですよ。7時にですね、パンパンパンってこう花火が鳴ったんです。ほら、あれです。運動会なんかがある時ですよ。学校の校庭でパンパンパンって鳴らして、ほんで、今日はあれですよ、運動会ですよ、みんな張り切ってとかですよ。それから曇りとか小雨の時に、どうするのか、今日あれが運動会があるんだろうか、どうだろうかっていう、昔、今はどうか知りませんよ、昔の小学校はそうだったですもんね。7時ぐらいに音が鳴ると、今日はあるんだっていうの。ちなみに私なんかね、私は昭和22年生まれですから、その頃はね、この日はあれですね、市の図書館に行ったんですね。はい、話を戻します。私なんかの頃はね、こんなに車が走ってなかったんですよ。ですからね、世間は静かだったんですよ。それで、遠くでもですね、1キロぐらい離れても消えたんじゃないですかね、完全にね。っていうのはほら、高層ビルがないですから、音を遮らないんですよね。で、まあそういう感じが今日7時にドンドンってなったもんだから、いや、私あんまり耳は良くないんだけど、結構音は高かったのないでしょうね。強かったんでしょうね。それですよ、と時計を見たら7時なわけですよ。で、あ、じゃったねーと思いながらですね、まあまあいいかって、要するに天気はいいってことですからね。で、まあそれぐらいに思ってですね、編集をしてたんです。このおまかせテレビのですね。そして昼過ぎですかね、そういえばこの前いただいたコメント、このコメントがですね、2年前に歩き取りをしたんですよ。
山形屋ストアって鹿児島のね、山形屋っていうデパートがストア業に乗り出した最初の、店舗がね、東谷山にあるんです。でその東谷山から地下道を通ってちょっと小松原の方に行った動画を1年ぐらい前に上げたんです。そしたら昨日一昨日なんのけ、それをですね見たリスナーさんからですね、ここはねばあちゃんとですね、でも山形ストアに行くとこも何度も通った地下道ですという、ありがとうございましたっていうのが来てたんですよ。でそれをぴょこっと思い出してですよ、って思いながら、それでもね踏ん切りがつかなかったんですよ。それで、1時過ぎになってからですよ、これ話長くなってごめんなさいね。だけどねこれがねやっぱその何ですっけ、話題ですか、お任せてどういう意味のですね、こういうあれですからね、話題はね、いや私としてはすごく興奮してるんですよ。ほいで私がインターネットをポッポッと見てたらですね、ポケット3、私が欲しい欲しい、今度買ったら、いや出たら新発売になったら買おうかねというのを、あれしたらですね、そこにね、発表前のですねリーク映像っちゅうのがあったんです。もしかするとね今年中にねそれがポケット3っていうのがね手に入るかもしれないんです。まあその商品が気に入ればね、ちょっと前置きは長いですけど、まあ、これがお任せテレビの特徴だと思ってください。もうどげんでんよかこつこう長を引っ張る、要約しない、その反対ですよ。単価がほら、単価がいろんな状況を五七五の17文字ですかね、に短縮するに、私はその五七五を引っ張って引っ張って引っ張って300ページぐらいの小説しようかねっていう感じですからね。で話は変わりますけど、そしてそうだって、だったら今ある、あこのこのほらドライブ動画を撮ってるのはですね、GoPro 2って、で GoPro の10ってやつなんです。ほんでこれでと歩き撮りを撮るするのはちょっとねしにくいんですよね。なんだけどそういえば GoPro にもお世話になったなって、このカメラですよ。だからそれじゃあもしポケット3っていうその今度は新しいのを買ったとしたら、 GoPro はもう歩き撮りで使うことはないよなと思った時に、その、2年前の動画にいただいたコメント、それがですね2年前 の、 歩き動画なのにコメントは1回もついてなかったんですよ。いやそれはいいんです、それは全く構いません、それはね構わないんだけど、私はそこをこう2年前ですよ、歩き取りをしながら誰かこの道を通った人がこの動画を見てくれればいいのになっていうような思いで撮ったことがあるんです。そしたら2年以上経ってるかもしれないね、細かい数ヶ月ってなりました、もう泣きながら見たっていうコメントをいただいたらですね、もうそのまますっとあそこに行ったんです。谷山ふるさと祭りって、でそこはねうちからね歩いて15分ぐらいかな。ほんで、この前その泣きながら見ましたっていうそのコメントをいただいた方に感謝をあれして、中山バイパスの出口からですね山形ストアの1号店が見えるところまでこう行ってずっと行って、行ったらその、あれがあったんですよ。
谷山ふるさと祭りのステージがとてもあるんですよ。谷山電停の前にですね。ほんで、あれがちょうど演奏が始まったんだ。そしたら、その演奏をされた方はですね、私が去年け、今年かちょっとわからないけど、マリンポート鹿児島でですね、歩き取りをした時にですね、の、2人組だったんです。あれと太鼓と、それから何ですかね、三味線、あれでですね、パワーあふれる方なんですよね。ほんでちょうどこのコメントを、おばあちゃんと歩いてた道です。そしてあそこはどこへ、薩摩条旗屋の横の方には本屋がありました、その頃ですみたいな感じであって、だからその人のに対するコメントを言いながら行ったところに、私が前その撮った人で、その方にはですね、去年かな、そのミュージシャンの方には YouTube にあげますけどいいですかって言ったら、もう快く「ぜひお願いします」って言われて、ほんで私がその「すいません、こう顔なんかにアップしてもいいですか、顔なんかに近づいてもいいですか」って言ったら、もう構いませんっていうことだったんですよね。ほんで言って、ほんでその動画はそこで一つ終わり。そしたらですね、次の動画はですね、鹿児島情報高校っていうのが駅から歩いて5分ぐらいのところにあるんです。で、これがですね、皆さんもご存知だと思うけど、この「おまかせテレビ」のですね、チャンネル登録者ですになった方。ほんでですね、ほんでしかもその方はね、YouTuber なんです。で、しかもが続きますけど、しかもですね、すげえ、あれ、映像センスのいい方なんですよ。本当いい方。ほんで、その証拠にっていうとあれだけども、チャンネル、その方の「おはよう56」っていう方なんですけどもね、その方のチャンネル登録者数はですね、11万4000人なんですよね。で、その方がこの前コメントで、私の、私は県外の方かと思ったらですね、その情報高校、昔の情報高校ですね、なんか名前が変わったみたいですけど、その情報高校になる前の学校にいましたと。しかも、大浦、あそこの笠佐の向こうへ、こっちって言えばいいんですかね、要するに風光明媚なね、港、海があるところなんですけど、でしかもその大浦は私の南さつダジャレ歌の中に「大浦のお嫁になっとくれ」って出てくるんですけどね。ほんでなお親しみが湧いてですよ。ほんで情報高校の、おはよう56さんに感謝するためにはですね、その後あなたの母校はこうなりましたよっていうのをこう撮ったりしてたんです。そしてですね、その情報高校の中で、情報高校の生徒さんがなんかこう、何ですか、ダンス、を踊られる場面があったもんだから、それを撮って、そしてずっとして校門を出てですね、225号室に出たところで、情報高校の男の子たちがですね、800円のやつを500円って書いて、ワンコインっていうですね、あれでね、なんていうけ、骨董品じゃないんだけど、骨董品っぽく見える。いやいや、骨董品じゃなくて、あれですよ、何でも鑑定団にこう出してみたいなっていう感じ。いや、ただ素人目でもね、これはもうこの前作ったばかりだなっていうのは分かるんだけど、もともとのほら、なんて、造作系って、造作美好みだったんですよね。そしてその、子たちにですね、
実は俺 YouTuber なんだけど、これ君たちがこれを売ってると撮っていい？って言ったら、いいですよいいですよっていう感じで、ほんでこうして、ほんで私はこれ何でも鑑定台に出したら、どれぐらいで売れるかなみたいなふりをする、ふりっていうかそのふりね、あれですよ、前振り後ろ振り、後ろ振りっていうのはあるけ、まあ、要するに話をそんなふうにして広げていこうかなと思った時に、そのあれを言ったんですよ。俺はその YouTuber なんだって。ほんで、2700人ぐらいだけど、僕の、チャンネル登録者の中には君たちの学校のね先輩がいるんだ。ほんで先輩はねって、さっき言ったみたいに11万4000人ぐらいのねあれを持ってるんだよ。だから僕はその方にお礼を言わないかんで、まあそこでは言わなかったけど、実は私が作ったですねビデオスライダーのクオリティが高いって言ってくださったんですよ。でその言ってくださった方自身が、私が見た時にすごい映像クオリティの高い人だったものですから、まあこういう方から言われたんだったらもうなおさら嬉しいと。だからなんか 形にしたいなっていうコメントではですよ、ありがとうございましたけども、なんか形にしたいなっていうのがあったんでしょうね。じゃあね、君なんか今売ってるでしょって、これを僕が買う、そして僕が買ったそれを リスナーの11万4000人の、方ですよ。方じゃないですね。おはよう56さんのが、自分の、これ今でもね、それね、買ってきてね、編集室のね、編集室っていうか、編集のモニターの上に棚があるんですけど、そこに飾ってるんですけどね。まあ、そんな話をしたんです、彼に。で、3人にですね、でこれをね俺はそれじゃ買うって、買ったらね、それを「おはよう56さんの」が自分の編集作業を見守ってくれるっていう 見守ってくれっていうのがあれみたいだけど、まあやっぱりほらファイトが湧くんですよね、ファイトっていう感じで。ほんで言ったらですね、なんか彼らは私が自分が YouTuber だよっていうその言葉と、私がもう一人の YouTuber さんっていうののね、がうまく伝わらなくてですね、ちぐはぐな感じだったんです。そこですよ、ちぐはぐな感じになったんだけど、高校生ですよ、何年生かわからないけど、まあ2、3年生でしょうね。なんかね話をね合わせてくれるんです。そして初めてですよ、私はおまかせテレビで、お互いに「あのよこのよ」ってこんなに長い会話をしたの。だからね、こういう会話を交わしたのは君たちが初めてだみたいな感じでですね、盛り上がった。ほんで、ほんじゃあこれね、500円っつっていただいて、こう書いたんです。そこまではまああるでしょう、そこまではですね。そしたらですね、これ買ってね、なんかいいことがありそうだなって思ってた。そしたらですね、それからね、何百メーターかはですね、ワンカットでずーっと撮っていったんです、ずーっとね。そしたら、あそこで、谷間ふるさと祭りやですね、いろんなほら屋台とかですよ、いろいろフリーマーケットみたいなのもあったんですよね。まあすいませんね、それを言わないかなかったですね。まあいいですがね。そしたらですね、その後ですね、あれ何でしょうかね、ふっと目が合った人がいたんです、男の人。ふっと目が合ったもんですから、すいません、ここを撮らせてもらえませんかって言ったらですね、なんとなんとね、その方はですね、
おまかせテレビのですね、チャンネル登録者だってですね、でですね、いや、ここで終わるかと思ったりしてた、もうちょっとすいません、チャンネル登録者だったんです。で、おまかせテレビですって言ったら、あ、私チャンネル登録してますよって言われて、すぐスマホをですね、こう開いてですよ、ほらほらほらって言われたんですよ。もう今日はね、だからそういう意味でですね、ちょっとしたね、思いつきとですね、がですね、もうすげえ、あれ、充実した。ああ、これで終わります。充実した一日でしたがよ。はい、ありがとうございました。